はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、こちらお知らせで、ピックアップガシャ開催予告ということで、まあ、ももちゃんとカモが来るということで、今回この2人を使って、見たいと思います。で、よかったらね、明日のガシャに、まあ、役立てていただければなと思います。まあ、ももちゃんはもう説明いらんよね。一応ももちゃん今日使いますよ。あの、ももちゃん同時に、あの、ちょうどね、カモ使うんで、あれだけど、ももちゃんは動画でも、ももちゃんの強さは、もう十分皆さん分かってると思うので、ももちゃんは割愛します。申し訳ない。あの、一緒に、ちゃんと、あの、編成には組み込むので、説明しながらなんだけど、今回のメインはあくまでも、カモですね。はい。でも今回ちょっと申し訳ないんですけど、フレンドさんでカモが3凸なんですよ。だ3凸ってのもちょっと含めて見ていただければなと思います。無凸だともう少し下がりますよっていうのをちょっとね念頭に置いていただければな。はい。そして水晶特性ちょうど影なんでこちらだから、まあ何でもかんでも僕強いっていうのはちょっと良くないと思うので先言っとくと、水晶特性は影弱点ですね。弱点をつける、キャラクターさらに、3凸というのが、まあ、結構揃ってるんで、だからまあこれまあ見た感じではめちゃんこ強いって思うかもしれないんですけど、まあ気をつけていただきたいのが、もちろん弱いわけじゃないですよ。かももちろんあの強いっていうかね、やっぱり限定キャラではあるので強いんだけど、まあそこまでなんだろうな、めちゃんこ追いかけないといけないっていうキャラではおそらく今のところはないんじゃないのかなっていうことだけちょっと先にちょっと伝えとかないとね。あのもちろん今回ねその使うから活躍すると思うんですよ。弱点だし、まあこれしかもこれプラスブラジルも本当にこの方昔からね実はフォローし合ってる方というかねなんですけど、この方は本当に多分カモさんがすごい大好きなんだと思います。はい。だから覚醒3凸でプラス10ともしかしたらもう覚醒5になってるかもね次の時では。で一応特徴、キャラクターの性能としてはこちらこそ、選択した時に近接攻撃の耐久131、まあ、レベル8なんでねこれで、責任躍動の時に自身に、ダメージ 19% 約 20% アップ付与ということでこれが3ターンですね。でその責任躍動って何ぞやってことなんですけど、まあ、何ぞやってかこの技ですね。はい。責任躍動、これで自身に体術なんですよ 40%、まあ、約 40% ですね。 40% を3ターン、そして術式を 32% アップ、を3ターン、責任躍動を3ターンの間つけると。でこれが3ターンつけてる間にさっきの小僧とか打つと火力が上がりますよっていう。で毎ターン、磁力5回復よ回復付与ということでこれも普通に強いと思う。でもちろん重複もできるからね。そして、仮払い、こちらが選択した時に遠隔攻撃の術式201、そして責任躍動の時にスキルが変化して敵全体に 201% のダメージを与えます。はい。で、こちらですね、鮮血、こちらが術式 1352% ダメージ、さらに責任躍動の時にダメージ 30% アップで強いんですよ。パッと見まあなかなか強いじゃないですか、火力も高いし。でもどうしてもねこの責任躍動が体術が 40% なんだよね。まあ術式も上がりますよ、 32% 上がるんだけど体術上がる割にはこのコソだけなんだよ体術って。で131じゃん。で仮払い術式なのよ。で鮮血も術式なんですよ。これが術式と体術の複合とかだったらめちゃんこ強いのに、めちゃんこっていうか普通に強いんだけど、だからまあそこだけちょっと念頭にね置いて、見ていただければなと思います。はい。だからとりあえずまあいつものようにこんな感じでまあでそうだね、まあ、常にバフかけれるようにゆうきくん入れときましょうか。でここはももちゃんです。はい。我らが、もも様登場でございます。ももちゃんなるべくなんかね狙われそうな気がするので、ももちゃん僕いつも前にしてますね。狙われるキャラクターを基本的になんかでいつかの願い入れたりとかこんな感じかな。はい。でいきたいと思います。めんどくさい な, だろうな。そう、しかもこれももちゃん選ぶとこのめんどくさいなが聞けるよ毎回これ聞けるから。で、ももちゃんの特徴としてはまあまあ追い風ずっと打つ感じになるのかな。でやっぱり2ターンでこんだけどでかいバフをかけれるのはなかなか強いかなと思います。で風なぎ、まあ、最初はちょっと、平等のためにやんのかてめえをやります。まだバフはかけないようにします。で次のターン思いっきりダメージ食らっちゃうんで、まあ食らいましょう。これは食らいます。しゃあない。一応残滓は使う。これでまあダメージを 35% カットして
よし、さあここからいきます。カモ登場です。こんにちは、どうもカモくんです。じゃあここからいきましょうか。追い風もうゆきくんいるんでね、もうガンガンいきますよ。重力支援して、でここまず責任躍動します。責任躍動して3ターンの間で仮払い、いやどうしようかな。まず1人倒すかな。火力がねどうしてもちょっとね火力不足感はあるんだよね。これまずいですね。回復しましょうこれ回復しましょう。磁力支援するか、いやこれ一回ちょっとユキ君やられる可能性があるから防衛結果するか。でここでもう仮払い打っちゃうけど、多分倒しきれんよな一発じゃ。どうなんだろう、201なんだよな火力がね、ちょっとね。あーでも強いじゃん、いいよいいよいいよ、さすがだ、強いぞ。追い風更新、磁力支援して、まあ、まだ責任躍動してるので仮払いするか。そうだね、これで全体で倒しましょう。で磁力支援して仮払い、よしぞ。これどんぐらい入ってんだ火力、まあまあ入ってると思うんだよ。でこれで責任躍動が解けたので追い風更新、あーでもまだいやいや常にしとくか。で攻撃してこれも今責任躍動切れてるよね。ここで責任躍動やっぱり入れとくべきだったかな。これ一旦これで責任躍動で回復がもうないから、学長やられたらちょっとまずいから、本当は防衛結界が良かったんだけど大丈夫か。 OKOKOK いいよ、磁力が下げられても全然問題ない。あんでそう、ももちゃんのこの可愛く叩き直すで一斉にこれ倒しても OK。 倒すのありか、いや責任躍動で倒そう。こうしてうん、防衛結界一応しとくか。これ学長、いや多分大丈夫だと思う。責任躍動で倒せんかなこれ。仮払い、仮払いで、いや無理かな、さすがにモリモリアップしてても無理か。こうして仮払いで、ああいいやん、強い、21万か。まあ 1.5 倍ってのもあるけど、でここを可愛く叩き直すより追い風して1回仮払いしましょう。で周り倒そう。で次必殺技いきますよ。まだ責任躍動入ってるはずだから、で責任躍動中は30% アップでしょ。で責任躍動が残り2ターンだったはずなので、あ残り1ターンか、だったらもう打つか。ここ、いやでも仮払いで倒しときたい。でもかといってちょっと一旦待ちすぎだから、ここ可愛く叩き直すして倒す。でこうして呪錬素術しての先決するか。こうしよう、はい、責任躍動で 30% 上げたいので。でもちょっとなバフが 68% のバフがないから、まあでももう一発また打てると思うんで、これで必殺カウント、まあ、でも必殺カウントがなく、あーでもそっか、必殺ゲージがもう一個溜まった状態でももちゃんの必殺カウントをほた打ちたかったかな。さあそしてここで先決でどんぐらい入る、140、強いね。あーやばーい、一気に窮地、一気に窮地、責任躍動、まずい、これ窮地です、まずいよ、ちょ時代大進行、まずい、あぶす、やっぱ、追い風、少し、これ火力上げる、これ、まずいな。これ火力がね、ちょっと火力不足がね、ちょっと終わりました。いやーこんな感じで、そのなんだろうな、強いんだけどが入るかな、うん、どうしてもちょっと器用貧乏感がまあ入ってしまっているというか、なんだろうな、仮払いがもうちょっと全体、ついは責任躍動してようやく全体になるぐらいだったら、火力をもう2倍ぐらいにしてもよかったんじゃないのかなっていう。責任躍動中は全体400とかだったら、まあ、かなり面白い感じになってたとは思うんだけど、だから、まあ、カモはこれからのキャラクター、まあ、今後情報修正とかかかったりとかで、まあ一応影っていうね、まあ、影はなかなかキャラクターとしては少ないので、まあそこら辺でもまあ貴重な存在ではあると思うから、まあ戦い方によってはまあ一応バフキャラだからね、体術と術式をバフかけることができるっていう、まあ一応自バフキャラではあるので、
まあいいとは思うんですけど、まあやっぱりメインとしてはこのももちゃんになるのかな、今回のガチャの目玉としては。うん、まあでも僕はちょっとカモ持ってないので、まあももちゃんを狙いつつカモもまあゲットできたら嬉しいなっていう感じ でももちゃんに関しては二凸までは絶対行きたいから、まずもう二凸になったらもう僕は撤退でもいいのかな。でもカモゲットしてももちゃん二凸で僕はちょっと撤退しようかなって思ってます。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。てかマイさん来なかったな。いやーこれさ、ってことはここさもう京都校だらけになるわけじゃん、ミヤちゃんと。でしかもさ、ここに東堂、あの残滓で東堂いるでしょ。であとメカ丸とマイさん、メカ丸は一応 SSR で出てるからさ、なんかあとマイさんだけなんだよな。もしかしたらあれかもね、このミヤちゃんの後にやるかもね、大型マップイベントで、あの次はマイさんかなんか、あの京都校がメインだからさ、まあ、ここら辺でなんかマイさんが来そうな気がするけど分かんないけどね。はい、というわけで、じゃあとりあえず今回はまあぜひちょっと明日のねガシャのお役立てになればいいかなと思って、ちょっと今回、家紋を、お借りして使わせていただきました。んーそうね、まあちょっと三凸っていうのもあってあれだったけど、無凸だとまだちょっと使いどころが難しいかなっていうところではあるので、そうね、まあちょっとまあ、情報修正がワンチャンでも来るかもしれんからね。そのやっぱり吉野純平くんとかそのカモとかちょっとまだ限定キャラにしてはちょっと難しいかなっていうキャラクターに対して情報修正とかかかるかもしれないんで、次のファンパレミーティングで、いやでもなくはないよな、ファンパレミーティングで要はカモは今引かないじゃん、引く必要ないじゃんっていう、だから情報修正かかるの、じゃあカモ引こうってなるかもしれない。まあでもそのための多分ももちゃんだと思うんだけどな言い方あれだけど、ちょっとカモだけだとちょっと引かれない可能性多いから、ももちゃんをちょっとセットで置きましたみたいな、そんな感じもあると思うんだけどな。はい、というわけでとりあえず今回この辺りで終わりたいと思います。明日ね、ガシャ引きたいと思いますので、よければ見ていただけると嬉しいです。それじゃあお疲れ様でした、バイバイ。